今日も悪い方続き。し、あ、違うわ、アシュリーがメンヘラになったところやね。やっと半分ぐらいかな。仕事終わったあと戻ったら慌ちゃってたか。お疲れ様、遅くまで。え、こっからまだ中庭もありの。長いな。ハニガンがカクついてる。まずいことになった。城に避難したが、ターゲットと分断された。ま、どうい？ああ、普通にあれか。どうした？普通に電波悪い系か。ナイズさんもお帰り、ハートミありがとう。ボックスがまさかのいっぱい。ボックスっていうかケースか。あれ？皆さんお疲れ、ありがとう、お疲れ。ちょっと大きくしたいよね。そうなんよね。え、ここでもう大きくできるかな。そうだな。ウェルカム。購入。ちょっと珍しいものが手に入ったぜ。あ、え、ボディアーマー。手入れの行き届いた品ばかりだぜ。俺たちが保証する。ん、ボディアーマーって買えるの？買っとこう。安心しな。修理サービスも受けたまわってるぜ。はい。クスケさん、こんばんは。お疲れ様です。お帰りなさい。新しい相棒を手に入れたらどうだ、ストレンジャー。生き残りたけりゃな、うん。どんな価値ある品？そうそう、これだこれ。よくやったな。ナイフも売っちゃっていいよ。ナイフって持ってかれることある？ないよね。これで取引成立だ。見事な仕事の成果には素敵な旅よ。んで？あー、弾も売るか。ウェルカム。それで何がお望みだ？マグナムの弾。どんな物も大歓迎だぜ。ショットガン、サブマシンガン、ハンドガンも売っちゃうか。サンキュー。これで？また。あと素材 L を何かに変えたいな。先行かな。ライフルの弾にも取得が1個。うん、で、先行でいっか。来いよ。まあ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 、いいでしょう。これこっちなんかなかった。タイプライターだって。まだ魚おるよな。
あ、オッケー。こんなもんか。んで、んで、やれたかな、無理かな。頭が割れそうだ。無理か。一気に倒せたと思ったんやけど。これマジでシカゴなしやったらきつない？若い人がやったから危な。とりあえず全員倒すか。いい加減にしてくれ。ここね、マジでシカゴな、シカゴなしでクリアしたんかな。これ何やっけ？あー、これとかこの樽とかうまいことを利用するんやろうね。商人でセーブしてないからな。んで、え？どっから来た？
今日はエビ、大葉、チーズの春巻き、いいな、美味しそう。んで、ここもあれか、アシュリー連れてこなあかんとか。なるほど。そのまま動かないで、レオン。私ここで登場か。使わせないわよね。6年ぶりなのに随分なご挨拶だな、エイダ。驚かないのね。面白い。接近戦ではナイフの方が早い。覚えておけ。悪くないわね。上手よ。今回は誰に雇われた？あら、レオン。知ってるでしょ？答えないって。あの子は手遅れよ。置いて帰りなさい。今ならまだ間に合うわ。そうすれば私たちはまた会える。その時はあなたのお望みの挨拶でね。俺が簡単に諦めると思うか？そうだったわね。話の続きはまた今度に。鶏つけてるからかっこよくない？いや、よく見て、顔とかに集中して。まあない方がかっこいいのは確かやな。でも大事なんよ、この鶏帽子は。石板 C D。鶏のケツアゴ。鶏足ケツアゴ。これはここか。違うな、これがここか。で、ここで、こう？あ、で、これも反対か。こうか。まあでも可愛いからいいか。可愛さはあるか。こんなところだ。ニワトリもこれまあまあ、あ、見えるわ。まあまあリアルやからな。もうちょっとデフォルメされててもいいのに。アシュリーを見つけないと。で、え？なんだ？小さな鍵は開けに戻ろう。何おったっけ？
で、まだ虫って出てこんよね。おるわ。あー、虫っていうかあれか。なんやこいつ、寄生型のやつ。あ、出てくる。もうちょい先じゃない。タイプライター。ウェルカム。何から始める。あ、じゃあ大きくできんのか。価格以上の値打ちもんだ。約束するぜ。そうそう、のびちゃんの話。のびちゃん、あれ、エンボさんお帰り、お久しぶりです。のびスタドールがね、まだか。これスティングレイいるか、いらんか、もしかして。まずでもこの威力上げたいよな。武器にぴったりの調整をしてやるぜ。腕は確かさ。サンキュー。宝石も、宝石もはめるか。んで、そして死ぬなよ。ウェルカム。売却で、おっしゃ、20万超えた。ありがとう。で、スウェーンアップで、シカゴマックスにして、これぞ芸術ってやつだぜ。腰が痛い。そういえばハンドガン縛りクリアしました。サドラー硬すぎ。あ、そっか、最後サドラーと戦うもんな。いろいろ揃ってるぜ。早い、もう少し、もうちょい先よね。お金持ち。やった。全部使っちゃった。これ何やってるの。普通に、RE4 のプロフェッショナルを普通にやってるだけです。ロケランなしでニューゲームからって感じか。ただまあ、シカゴは使っちゃってるけど。お前には会いたくないとさ。めっちゃおるやん敵。キリがない。めっちゃ声するんやけど。上？上か。うわ、びっくりした。シカゴはどうやってゲットしたんやっけな。なんかを S か A ランクやった。今日やっと再ダウンロードできたから、とりあえず、お、良きですね。プロフェッショナル映画シカゴらしいです。あれ、投げる武器じゃないやろかな。あれ、こっちは
え、こんな迷子なる？ハートコア A が、あ、ニワトリか。今からシカゴ取りに行ってくる。ファイト。ファイトです。また。めっちゃある、めっちゃある、めっちゃある。キリがないっていう。ハードコア A は鎧アシュリー、 S プラスがニワトリか。大変や、ハード S プラスは。おーうー、敵多いよな。あと、え、閉まった。あ、下か。痛い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 。あ、ソベさんお帰り。いや、待ってました。ありがとう、お帰り。魚食おう。え、もしかしてさ、この魚って売るやつ？ブラックバスだ、売るやつじゃないか。これさ、ちゃうわ。なんかこれ上行かんでもできるみたいなのなかったっけ？いけんかったっけ？無理やったわ。売るのは湖だけよね。だけか。デルラゴも食したいよね。食べれるもんなら。リメイクのデルラゴはさ、だいぶ三勝五やね。倒されへんのかな。無理か。あ、痛い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 。ロケラン以外じゃ無理なんかな。これどっち行くのが正解？デルラゴ美味しくなさそう。泥臭そう。だいぶ泥抜きみたいな感じになっちゃう。臭みがすごそう。
つない？食べるか、大きいの。おあ、めっちゃおる、めっちゃおる。お刺身。いい加減にしてくれ。まさかの生食やったよ。あのデカさ泥抜きするの大変そうやね。まあ。あれちゃう、でもまず切り身にしてじゃないもん。血抜き、泥抜き。素材そのものの味ね。山椒魚って食べれんのかな。大砲か、動いてくれよ。ここも鍵いるところか。山椒魚を食べれるらしいで、塩焼きや唐揚げにするんやって。いや、じゃあデルラゴもいけるわ。でも山椒魚ってあれ何？両生類？お刺身、お刺身、天ぷらとか、お刺身、生食はほんまやめといた方がいいんじゃないって感じ。扉。ああ、嘘やん、大砲か。マジか。
て、すごい無知で申し訳ないんだけど、山椒魚、よしこれで魚、いや俺も同じこと思った。中でもトカゲの親戚みたいな感じじゃない？カエルっぽさもある、確かに。やっぱ両生類じゃない？悪いな。確かにな、めちゃくちゃでかいオタマジャクシ感あるよな。あの、カエルになる前の。ウーパールーパーの唐揚げです、こんばんは。あ、もうウーパールーパーもなんか似た感じするな、親戚みたいな。どこにいるんだ？これじゃ、これか。めいちゃんがおるやで、ここに。めいちゃん？あ、トウモ殺し。お邪魔タクシーか、そういうことな。来ないで。またあなたを傷つけるかも。トウモ殺し。レオ、怖いの。あの時、私自分じゃなくなった。別の何かになった。アシュリー、わかってる。怖かったろ。この寸劇おもろいな寸劇怖がっていいんだ。でも逃げない。やっぱ鶏シュールやな。踏み出すんだ。助かる方法を探そう。一緒に。あー、宮感あるな。鎧面減ら。私にできるかな。できるさ。ただ次は俺のナイフは取らないでくれ。レオ。なんやろな、キャラの問題やろな。ありがとう。だいぶアシュリーの方が可愛いよな。あ、ここでチャプターエンドなんか。こんなレオに助けられたくない。あ、え、あ、え、セーブ。危なっ。初見です。いきなりこれ出てきて。爆笑です。鶏ね。鶏のコスチューム。でもちゃんと効果あるんですよ。ダメージ軽減っていう。俺のナイフ。ねえ。ナイフ。ナイフはセーフや。ロキさん、ハートミーありがとう。センスあります。もうカプコンね、センスの塊よね。つうつしめ我が子よ。の時、めちゃくちゃ首に当てながら退散してたけど、綺麗やろって。鎧な。確かにな。ルイス、どこにいる？悪い。しくじっちまった。迎えに来てくれよ、王子様。おい、ふざけるなよ。中庭の先の舞踏場だ。そこで待ってるからね。
勝手なやつだ。困った時はお互い様でしょ。ハーブ。何でも切れるマービンナイフ。ギコギコしません。スーッスーッ。何の脅しにもなってなくてもよかった切るからなって。いや切れるかもしれんよ、まあね、マービンのライフやからって。え、中庭はもう強制参加だな。そもそも中庭行って何するんやっけ。まさにこれクイックターンのやり方が、あ、こうか。オッケー、あ、早っ。あ、旗を下ろす。あ、そっかそっか。なるほどな。これか。この旗をスーッと下ろすやつか。マジであの、マサル。アスカさん、こんばんは。ニワトリさん、こんばんは。こんばんは。犬の話が犬な。何匹か檻に入ってんのは檻砲だけ。これでも檻あったっけ。あ、全然覚えてない。覚えてないっていうか、区別がつかん。檻開いた音したよな。気のせいかな。あ、開いてないんかもしれない。狙い通りだ。そうそう、狙い通り。手榴弾とかがあればな。レオン無事？余裕さ。なんで？おお。シカゴ引き継ぎあり、ニューゲームだった誰？あ、引き継いでもいいらしい、やから。ですよね、S プラス取るときだけちゃう、あの、引き継ぎなしなのは。あ、猫耳か。猫耳取るときだけ。じゃあね、引き継げないのは S プラスやね。見えない。パタ。ねえ見て、もう詳しいよね。あれ、ここさ、メダルみたいなのなかったっけ。ここじゃないんか。ええ、これさ、え、もしかして青メダルあるのってオリジナルだけ。もしかして、え、リメイクってメダルここないんやっけ。
あ、エイダ編だけか。え、エイダ編の中に起きたっけ？コーマ。じゃあ。え、オリジナルだけ？やってないから何もわからん。わしゃあない。え？オリジナルはオメダルあったっけ？ここじゃなくて、補助スタートのところにはあっただけか。ここにはないんか。じゃあマジオリジナルの記憶か、これ。あ、違う違う、待って、指示。アシュリー、オーケー。あー、旗、旗を下ろした先あったっけ？気をつけて。んーで、これ二つ目か。あー、あれか、蛇とかを集めるところか。蛇とかヤギとかの。アシュリー、逃げろ。あー、逃した。ここにも行きたいな、箱ある。うわ、びっくりした。マジで犬嫌いなんよな。可愛くないし。村長倒したぜ。お、あ、魚でも食べとくか。黄色をプン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 。んで？絶対遠回りしてるこれ。ユナさん、ありがとう。おやすみ、お疲れ様。もさ、今日結構朝早くから起きててさ、今すごい睡魔と戦ってる。ここどうやって行くの？こっちか。あっ、ロールロール。待ってよ、俺は。いやあ、ここか。あ、これか。アシュリー、忙しいね、ヨシュリー。アシュリー、やっと迷路から抜け出せそうだ。んで、ここで待ってたら敵集まってきたりするのかな。置いてかないでよ。
置いてかへんけど。離れてろ、近くにいろ。待ってて。あいつ倒したいな。いいか。アシュリー、平気か。ちょっと素通りしていくよな。大丈夫だった？ああ。かんどいいね、主人。目がついてないかもしれん。何の話だっけ？現在一時我にダンベッドの解体を開始する。早寝たい。静かに。そうなんや、俺も何やろ、すごい眠たいんや。言ったら多分これ見てる人の方がだいぶ眠たいよ、ね、絶対。見て、階段の上。あれ？この辺なかったっけ？あんたが好きそうなのが入ったぜ。ウェルカム。ちょっと珍しいものが手に入ったぜ。あ、ケースサイズアップできる。相手の門は入るでかさ。これくらいやれや満足だろう。おつけまして死ぬなよ。メダリオンの位置よく覚えとるよね。ね、なんか記憶に残ってるよね。ガチャタイムや。ピクさんありがとう、もう寝ます。おやすみ。お疲れ様。んで、ある分で。何が出るかな？お、金。レオンハンドガン。ライフの修理では30%いらない。何が出るかな？何が出るかな？出るくくって。メレーのクリティカル率。ああ。何よりマシか。何周もしたら覚えちゃうよね。まあ、それ以外のさ、割と忘れてる方やのに。メダリオンの位置はな、なんか、覚えてるよね。絶対損はさせないぜ。これ、うん、あ、メダリオン。これあれか、戻れるやつか。戻ってなんかあるんやっけ。あ、なんか戻るか。乗り物酔いとかは大丈夫？お気遣いどうも。こっち入ってすぐの時も思ったけど、前になかったもん。あそこ覚えてたね。オリジナルの方はアイテムまでほぼ覚えてたけどな。それ、まさんのよな。なんか、オリジナル方と。
エイタ編と本編と。ゴミのある王冠取っての鍵のかかったタンス宝物庫。あ、じゃあ戻るか。これだけ開けといて。で、戻るか。来い。オッケー。このロード画面でちょっと意識飛ぶ。まずいぞ。あ、終点。よーストレイ。サイレン、外の音か。絶対損はさせないぜ。とりあえずセーブしとくか。ケースカスタマイズと。うっすら、あ、うっすら聞こえた。これが、あ、ハンドガンの弾いらんわ。ガンパウダー、通貨。通貨、ガンパウダー、通貨。ガンパウダーでいいか。んで。あー、害獣駆除。なるほどな。一匹蛇の像か。ここは食堂らしい。ああ、え、マジでオリジナルと混ざってる。気がめるね。え？ここか？ワイン打ち抜くやつもないってことやんな。ほな、こっちや。あなたの任務っていつもこんな感じ？今回みたいな愉快なお供は初めてだ。あれ？あれ？それ褒めてる。さ、どうだろうな。ワイン打つんやで。あ、アシュリー座らせないとか。あ、ほんまや、ここや、アシュリー。うん。何も起きないな。くそ、覚えてないぞ。しゃあない。地道に行くか。地道に行くかやけど。チンシャスウニワトリ。これ。ああ、そっかそっか。これか。この絵か。
アシュリー、アシュリーあんたこっちや。オッケー。で、パンワイン三本三本。パン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 。行こうか。ここやな。レオ。当たりを。ええ覚えなよ。オッケーオッケー、いけたいけた。マークか。で、上か。ここは？あー、これなんかなかったっけ？先行で先行？あ、結局でも下ろされたりしてか。アシュリーから思った。してシカゴより反響の方が強い。あー、当たれば一発やっけ。え、でも猫耳がないね。猫耳ないっていうかあるんやけど、猫耳を使わずにってこと。アシュリー、平気か？ありがとう。ハンキャムチケット使えば、え？ハンキャム無限になるんやっけ？全然使った記憶がなくて。せやっけ？って感じ。
さっきは無限か。めっちゃいい武器やん。やばい、マジでかっこいい。眠たい今日。あとはあれか、鎧を倒すだけか。レオン、鎧がある。防弾チョッキ代わりにならない？来てるかな。さすがにあれじゃ戦えないな。残念。似合いそうなのにね。危なっ。ラッコ帰り、ハトミありがとう。アンケート耐えるやつ不思議よな。マジ記憶ない。あ、酔ったからく。酔ったからく、お帰り。アシュリー、上にいろ。わかった、気をつけて。冗談だろ。はい。ミキ。よっ、痛い痛い痛い、死ぬ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 。2階にメダリアン、せや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 、あれか。ひーんで、今は真ん中らへん、お城の本当に平気、やけどしてない、真ん中らへんやね。助かったよ、大したもんだ。せーの、よいしょ。で、今日このチャプター終わればあれか。鎧は動かない。あれ？
あれ、あと一匹どこや。おい、求めてる。ここにはネズミおらんかったよね。このチャプター終わったらアシュリーパートがあるんじゃない。え、アシュリーパートってあるっけ。これあるよね。あったあったあった。アシュリーパートがこの次じゃないかな。アシュリールートの入り口らへん。マジで闇落ち。ネズミラスイッチはアシュリーパートナーとじゃないとやれん。嘘。あ、そうなん。あ、そういうこと。ああ、これ取りに戻る。やってればオッケーオッケー。見てってくれ。絶対損はさせないぜ。これ最初のとこ戻ったら何があんの。トレジャー危な。これでこのチャプター終わるかな。アシュリーパートスタートやで。チャプター終わりじゃなくて。逃げちゃダメだ。待っててレオン。シャプター挟まないのか。アシュリーパートやって終わりか。時短やな。もうでも覚えてないからな、時短言うても。じゃあ時短しようと思ったら、なんか時計みたいな、時刻合わせみたいなのなかったっけ。脅かさないでよ。
あー、で、ここにネズミおるんか。あれって時計？気合いや。1時34分ぐらいで時計やったやんの。難易度高いから7時じゃない？え、違うんや。今何時やった？7時か。そう、11時4分やと思ってたんやね、最初。なんで、怖いよな。7時5分、8時ジャストやったね。今心臓バクバクするね、マジで。嫌いって言ったじゃない。最強やん。ここ嫌いね。違うな、マジ鎧着てるからかな、死ぬことないからさ、目が覚めへん。よそりね、鎧着てなかったらしんどいよな。なんかね、鍵取ってから来るべきやったかな、やっぱ。なんだろう。ここに宝あるの知らなかったんだが、あるね。売り忘れの宝2つあったよね。あー、あと1個あれよな。結局鍵使わなあかんだね。鎧なしきついから、ぜひ鎧なしでプロフェッショナルでやってほしい。そこまでの気力はない。あ、違う、でもやったんか。いや。どこ、どこ行くの、どこ行くの。鎧は持ってたんかな。だから欲しいなら取るべきやったか。もう OK、 いい子だから動かないでね。まあ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 、マジでオリジナルと記憶ごっちゃになっててさ、まあシカゴあれば大抵なんとかなるか。なんかサラザールはロケランっていう擦り込みみたいなのがあるから。
テランカップやね。絶対弱いなし死んでるもんな。んーで、こっちから来たんだ。え、めっちゃここ。あ、じゃあこっち行けないんか。あ、結局鍵取りに行かなあかんのか。行けー。いけー。あ、いけるいける、いけた。え、違うわ、鍵ってどこ。こっちはあれやんな、だってあれ、あれないと鍵取られへん。鍵っていうかあれないと登られへんやんな、ここの階段は。で、ここのお宝も開けられへん。こっちのボタンでも、そう、明かりないとダメやな。え、俺明かり持ってきてないんか、もしかして。もうちょっと。え？違うわ、ここはこれでいいんか。あ、これでいいんや。多分ね、取り忘れたお宝、俺の場合はここのお宝なんやね。ここのお宝を取り忘れた、最初。さっきのところと。あ、これでいいんか。鎧使うとはさる、あ、なんかあったな。これで終わりか。レオ、オッケーオッケー。アシュリー、早かった。無事か。ええ、待ってて、すぐ出してあげる。俺が下で受け止める。降りられるか。ええ、できると思う。普通に村辺ボケてたのか、一番最後に達成したとこなの。なるほどね。オッケー、チャプターエンド。で、セーブ。今日も遅くまでありがとうございました。ちょっと今日短めやね。短かったわ。お疲れ様でした。ありがとう。
ちょっとね、何回か意識飛んだもん、座ってて。なんか、ソファーに持たれてるわけでもないのに、座ってて意識飛んだから、結構、レアやったわ。お疲れ、お休みありがとう。お腹すいたな。カレー作ったん失敗やったかもしれない。お疲れ。お腹すく。カレーが食べたくなる。オッケー、お疲れ様でした。ではでは、おやすみなさい。え、もう音で飯してる。そうなんよね。考えよう。オッケー、ありがとう。お疲れ様。おやすみでした。